お世話になっております。コーヒートーク実況プレイ、今日も続きをやってまいりましょう。前回ですけど、レイチェルとヘンドリーさんの親子の話が、さあ盛り上がってまいりましたっていうね、感じでしたよね。まだ盛り上がってる最中なのかなって思うんだけど、あの怪我をしたヘンドリーさんが店に来て、で救急車で運ばれていってっていうところでね、一日終わったんだよね。もうすでにね、クーチェラフェスティバル終わったっぽいんで、ニールの話も進展しても良さそうな状況になりましたけどね。どうかね、それぞれ個々に語られていくのか、こっからその親子の話と交差していくのか、ちょっと分かんないけどね。まあ今日も続きをやっていってみましょう。すごい超雨降ってるんですよね。2020年10月4日日曜日です。やっぱ雨がね、常に降ってはいるんだけど、降りが強いと何かが起こるっていうね。前降りが強かった日起こったことは、フレイヤちゃんが来なかったっていうことだけなんですけどまあそれはそれでね、大事件だからね。なんかちょっと胸がざわざわする感じありますけど、やっていこうかね。イブニングウィスパー、雨音が強いね。んクーチェラ後のパーティーを、うわーマジでこれあれじゃないの、レイチェルのマネージャーのパーティーだろう。警察が摘発、薬物性犯罪関連で本年度最大の逮捕者。これはまあ風刺画なんだろうけどね、写真じゃないよね実際のね。やばいじゃん。クーチェラで乱闘騒ぎ、警察は複数名を拘束、逮捕の後もクーチェラは続行。もうなんか記事がクーチェラ一色っていう感じですね。これもしかして関係ある、ヘンドリーさん。そんな気もするよね。ニールがな、ニールこれ言ってたかな、もしかして。わかんないけど。まあちょっと見せ分けよう。おっ、フレイヤちゃんが最初からいますね。ワンバンコ。ん？いらっしゃい。これはフレイヤちゃんに言ったわけじゃないよね。おっ、ジョルジさん。あ、パパさん。元気かい皆さん。ジョルジさん、ちょっと久しぶりですよね。ジョルジさんは、おっ、あ、ここ開いたか。ああ、前略歴、牛乳アレルギーの警察官ですよね。好きなもの、映画、ポリス・ユニバーシティ、警察物語、ロバート・コップ。これはまあ、ロボコップ。警察物語なんだろうな。ポリスユニバーシティは多分ユニバーサルソルジャー違うな、なんだろうな。まあ元ネタの映画があるんでしょうな。人生の過ごし方、美しい三人娘の父をやっている。いいですね。なんかこういう風にね、俺もいつか書けるようになるといいけど、今のところゲーム実況をやっているとしか書けないからね。ヘンドリーさんもね、ここの書き方は、方向性はね、同じなんでしょうけど、ジョルジ巡査と。より良い父親になろうと努めているっていうね、意気込みだからね。より良い父親になれたところがね、見れるといいですけどね、このゲームの中でね。元気かい皆さん。どうもこんばんは。今夜は何も異常ねえか？今のところはね、おまわりさん。ただ、街を守るべき警察官が、カフェで油を売ってるってのは締め切りを守るべき小説家さんはどうなの、間に合いそうなのか、どうかと思うけど。おい、こいつも仕事の一環だ。そうなんだね。俺はマルチに働きてえのさ。容量が良くねえとよ容量がね、いいおじさんは基本的に好きなんですけど、割とその容量の良さが仕事をサボる方向に行くことが多いんで一緒に仕事はしたくない。おしゃべりするだけならすごいいいんですけどねつまりサボりながら働くってこと？そうとも言う。それって非生産的じゃん。
人間常に生産的ではいられないのでフレア君だから要領よくやんねえとな。とにかくまあ稲葉バー、今夜は眠くならねえよ、エスプレッソが必要だ。お、スリーショットエクスプレッソかい、これでいい。プレイヤーちゃん以外からエスプレッソを頼まれるのは初めてかな。働くおまわりさんの眠気を払うエスプレッソだ。まったくあんたは口がうめえやお互い様ですよ。それはあんたのエスプレッソはいつだって最高だ。俺のラテできるやつもいつだって最高だぜ。俺とか嫁さんが入れるより断然うめえや。別に競争はしてないよおまわりさん。嫁さんは違うぜ。自分でもっとうまいコーヒーを入れられたら俺がこの店に寄らなくなるって思ってんのさまあしばらくそんな日は来そうもねえや。で今日は何か変わったことあった？俺が何もなくてよ。レイチェルたちは来ないんかな、まあ、ヘンドリーさんはね来れないでしょうけど。欲望はなし。ただこの店が安全か確かめとかねえとな。その笑みはなんだよ。俺はマジだぜ。あんたこの2日間店にいたろ。まあそうね。この店であんなやばいことが起きるなんて、しかも2日連続で、まるで神様が私に本の中で使いなさいってあえて体験させてくれてるみたい。使いようある。あんたいつだって本に夢中だな。へ、ま、原稿の締め切りが近づいてるし。あ、そっか、こっから新しいストーリー盛り込むの。うまく書けてるのか、それも気になるよね。量的には形になってる。質的にはぶっちゃけすっごく自信あり。おお、そこまで持ってきましたか。ま、売れるといいけどな。ここ2日間の騒動について新しい報告はないの？人狼の事件に関してはガラとも話した。おお、でもジョルジさんとガラさんもね顔見知りなんですよね。2人揃ってほしいよな、せっかくだから。ここにガラさん来てくれたら嬉しいよ。常連さんたちが揃いますよね。ガラを捕まえちゃう？いや、それは署の何人かはそう考える。あ、でも器物破損とかはやってんのか。そういう口ぶりではありましたよね。最終的には不要ってことで一致した。あの晩ガラは大勢を助けたしな。あ、他の人狼たちってこと？病院のスタッフに聞いて回ったよ。それと界隈の人たちにも。界隈、ガラがいなければもっと大変な事態になっていたはずさ。人狼の大半が病院で安全にいられたのはガラのおかげだ。自分の隔離は間に合わなかったが、幸い誰も傷つけてねえしよ。他人を優先したんだろうな、きっとガラさんは。てなわけでガラを捕まえたいってやつらはどのみち何もできやしねえさ。よかった、警察がガラを捕まえたらあなたにブチギレていたし。そうだな、俺に怒っても意味ねえぜ。まあね、そうだけどさ。レイチェルのお父さんは、どうなったか知ってる？俺もよくわからねえ。犯行現場はこの辺りじゃねえんだ。やっぱり、ああ、クーチェラの近くで起きたらしい。そんな遠くで。いや、大して遠くないか。モリス・レスター絡み。けど、あんな状態で歩ける距離じゃない。今んとこ分かってんのはそれだけだ。お、誰だ？あ、レイチェル！いらっしゃい。大丈夫なんか？レイチェル。一番下が空いたかな？お、好きなもの。家族と猫ちゃん。ミルクが大好き。みんなもね。猫ちゃんって、猫飼ってるってこと？普通の猫もいるのかな、この世界。猫は最高な生き物みたいな記事がねありましたもんね。そうか、両方いるのか、素晴らしいね。13歳の頃から歌って踊って夢に突き進んでいる。誰も私を止められないもん。そのまま突き進んでほしいなっていう気持ちもありますけど、今回当たっちゃったわけだもんな。ヘンドリーさんの心配がね、ある程度慎重さを持って突き進んでほしいね。レイチェル、
大丈夫？レイチェル、ヘンドリーさん無事かい？その前にダークチョコレート一杯もらえる？ダークチョコレート作れるかな？ダークチョコ、あ、ココアココアココアだっけ？あ、そうだそうだ、もうあるやつだった。よかった、これのことかと思った。ノーヒントすぎてな、ちょっとおってなっちゃったけど。ココアココアココア。これはラテだとできなかった記憶があります。どうぞ。お待たせ、ココアだ。ありがとう。パパ元気になりそう。よかった。今日の午後目が覚めて、ララさんのおかげね。お、パパ、ああ、素晴らしい演出ですねこれは。よかったね。ララさんがすぐ動いてくれたから手遅れにならずに済んだの。ならお父さんは大丈夫そう？完治に数日かかるっぽいけど、後遺症が残る心配はないって。よかった、なら良かった。うん、けどそれでも全部私のせいだ。なんでああいう状況になったかも分かった？パパの話を聞かなかったから、私を守りたかっただけなのに。レイチェル、自分を責めないで。ところで病院にお父さん置いてきて大丈夫なの？今はパパのお友達がお見舞いに来ているし、音楽仲間たちですかね。大勢の知らない人に囲まれたい気分じゃないの？それにちょっと新鮮な空気を吸いたくて。だから気分転換にコーヒートークへ行ってくるってパパに言ってきた。お店の名前な。許してくれたの？パパはちゃんと分かっている。多分ずっと分かってた。レイチェルさん、昨晩本当は何があった？パパがチンピラと喧嘩になって私のことを話しているのを聞いたから。チンピラがその遠回しにいやらしい感じでね。当然パパは怒った。怒るでしょうな。だから猫に変身してチンピラたちと喧嘩を始めたの。変身してからなんだ、喧嘩をするのは。なんで化けたの？そしたら人間の姿を見られなくて済むし、誰も私とは結びつけないだろうって。はあ。それから警察が現場へ駆けつけ、目撃者から証言を集めてチンピラたちを発見したわけ。あなたのファンとか？ううん、もっとひどい。そしたらレスターさんに雇われていた。なんてこったい。警察がすぐ犯人を見つけられたのはあいつらがもう逮捕されていたから。昨晩の行き過ぎたパーティーの途中でね。わあ、それってどうつながるわけ？あいつらレスターさんの用心棒、アイドルのマネージャーに用心棒。アイドルの用心棒じゃないんだよね。ライブの後パーティーに備えてリラックスしていたみたい。男の子たちがロッカー室でどういう会話をしているか知ってるでしょ？あいつらまさにそうしてた。私のことをネタにして。そういうこと。それは大変だったね。パーティーの件もあなたが正しかった。行かなくてよかったわ。レイチェル、いい子だな。素直で。今度もまたパパに助けられちゃった。まあ大丈夫だって。今一番大切なのはあなたが無事ってこと。それとお父さんも元気になるってこと。パパの言うことを聞いとくんだった。いやーでも俺がレイチェルの状況でもちょっと聞けないよ、あのパパの言うことはね。ちょっと極端だったしね。いくら勘が鈍っていても私よりはるかに経験があるんだもん。それに私のパパだし。あ、じゃあパパをマネージャーにして再出発するのかな。ママがそばにいてくれたらきっと全部わかっていたはず。パパが回復したらどう言えばいいか、ママなら知っているのに。
あのさ、きっとあなたにもわかると思うな。だって大人なんでしょ。どうだろう。私にはパパのそばにいてあげることしか。いいじゃん、それで十分だって。フレイヤが言うと調子が狂うがよ。なんで。いや、フレイヤちゃんだからこそね、伝わることもあるでしょ。その通りだぜ。お父さんのそばにいてやるんだ、レイチェル。そしてまた気分転換が必要になったら、いつでもこの店に立ち寄るといい。次はマタドガスのラテアートを書くこともできるしね。みんな、ありがとう。今日のところはもう十分外の空気を吸ったし、今から病院へ戻るね。話してくれてありがとう、レイチェル。お父さんの早い回復を願っているよ。ありがとう、イナボバ。いや、なんかレイチェルの聡明さが際立つなって思いますけど、やっぱヘンドリーさんのね、心配も無根拠だったわけじゃないんですよね。だいぶ問題のある人物だったんだな、モリス・レスターは。まあ、とりあえずレイチェルに何もなくてよかったですよね。まったく、なんて週末なんだかさ。ああ、イカれてんぜ。とにかく、まあ俺はパトロールに戻らねえと。もうパトロールはね、重要ですからね。マジでおかしな週末だよ。けど、まあこの辺りはまだ安全なもんさ。とはいえ、油断はすんじゃねえぞ。了解です、おまわりさん。立ち寄ってくれてありがとう、ジョルジ巡査。よっしゃ、じゃあまたな。お客さん一人になっちゃったね。こっから誰か来るかな。君もお帰りかい、フレイヤ。どうかな。昨日は十分寝たし。まあ寝たんだ。まあ元気そうだもんね。本の続きも書かないといけない。疲れてないのか。ちっとも。つか今日中に書き上げられそう。おお。ふむ、そうか。なら邪魔はしないよ。あなたはちっとも邪魔じゃない。え、今告白された。それにこの本の執筆だって、この店とあなたがいなかったらなかった話だし。だからありがとう。いやー、いいんだよ、こちらこそ、フレイヤー。さてと、おしゃべりはこの辺で切り上げないとね。君には書き上げるべき本がある。へえ、了解です、ボス。ああ、終わった。ジンジャーラテ。寒い夜にうってつけ、元気が出て温まる一杯。ラテアテはできない。あ。で、あ、すごい、月の形がね。ああ、そうなんだよね。もうね、これね、最終日なんですよね。どうしよっかな。実はこの画面でどの日がゲームとしてある日なのかっていうのが分かっちゃうんですよね。だから10月18日が最終日になるんだなっていうのは知ってたし、10月4日でこう毎日ね、1日ずつ続いてたのが一回途絶えるっていうかね、まあ一旦キリがつくのがここなんだろうなっていうのを俺は出たんですけど、あんまね、その予測できちゃうからさ、先の展開が分かんない方がいいかなと思って動画では使わなかった使ってこなかったんですけど、最終日なんですよね。3人来るのかとかね、分かっちゃうからね。何人来るかはこうね、右のシルエットで分かるからな。まあこの10月18日をやるのはね、次回にしますけどね。そうか、もう最終ですか。ちょっとまだ開放できてないメニューだけ今開いちゃいますか。3つあんだよね。ココアで1個、抹茶で2つだっけ。ココアで1個と、そうね、抹茶で2つ、開きますね。あー、これだ。
ココア、ミルク、シナモン。シナモン使ってるとね、シルエットでね、わかるから。なんか、ロビンマスクっぽくない？英国感ありますね。スパイスレディ。この新作ってやばそう。ココア全部開いた。おー、90年代に大流行したんだ。英国風ココア。へぇー。ココア、ミルク、シナモンか。すごいね、あのシナモンいっぱい多用されるんで、あんま言わないようにしてたんだけど、そんな好きじゃないのね、シナモン。俺はね。じゃあ、あと2つだ。少なくとも、あれだね。シナモンは使わなそう。これなんだろうな。このネッシーみたいなやつ。これがちょっとわかんないけど。抹茶もちょっとやっていきますね。お！できた。抹茶生姜シナモン。グリンチ。これか、ネッシーの正体。なんだろう。何すかこれ。ステッキ？ステッキかな？おもちゃかな？なんだろうね。この新作ってやばそう。やばそうだよね。グリンチ。好みが分かれるんだ。緑色のスパイシーなお茶。まあ、生姜がね、浮かんでますけどね。これは、食べられるやつなのか、どうなのかが分からない。飾り付けなのかな、単純な。じゃあ、あと一つだ。本当にラスト一つ。これ行きましょう。多分、蜂蜜とかシナモンとか、この見た目で分かる系じゃないと思うんだよね。ん？マジで？絶対嘘でしょ。抹茶抹茶シナモンで、新玄米茶にやんの。それは嘘だわ。これがラストか。いや、結構時間かかったわ、開けるの。シナモン使うやつだった。新しい飲み物アンロックされた。これで、あ、やった！マスターブリュワー。イエーイ。新玄米茶ですよ。玄米に生姜を混ぜた日本茶の一種。生姜使ってねえじゃん。まあ、なるほどね。ちょっと、抹茶系のレシピはあれだね。これ混ぜたら本当にできんの感はね、だいぶ強いですけどね。咳止めシロップとかもそうだよね。まあでも、これでね、急に新玄米茶が飲みたいって言われても、答えることができますよね。あと1日だからな。何を頼まれるか、わかんないけどね。じゃあ、全メニューね、開放できたところで、このパートはここで終わりにしましょう。次回ね、3人しか来ないのかな？ニールは来る気がしてるんですけどね、どうかな。まあ、わかんないけどね、イブニングウィスパーにデカデカとニール逮捕って出てるかも。その可能性はありますけどね。まあまあまあ、次回楽しみですね。じゃあお疲れ様でした。また次回で。